はい、どうも。ゴールドウィンドファーム、ロトンフィールズか。マジか。ロトンフィールズなんですけれども、今日はですね、ちょっとお酒を飲んでカラオケに行くという、一般的パーティーピーポー的生活をしてきた後に撮っておりますので、ハントレスの、ノアドーンハントレスで練習中のハントレスちゃんで、お、ささやきや。さ、なんか、んって聞こえたよね。3作できたら、4作できたら OK っていうことにしたいんですが、あ、ポッと。ダメですよ、ハントレス相手にロッカーは。ねえ、まあ、うんって聞こえたんもあるけど、でもハントレスはね、斧補充するついでに見つかっちゃうという可能性、プラス、索敵が苦手な鬼なので、おるね。ささやきをつけてる可能性が高いのでね、はい、今回、パークとしてささやきをつけてきておりますので、危なかったですね。おったね。みんちゃん、行きます。ちょっと、あんまりぐるぐるしないでね、酔っ払ってるので気持ち悪くなっちゃうよ。オッケーで、よっよっ、やっぱ当たらんな。草むら見えへん。よっ、あそこ。オッケー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 。今のは小屋にね入りたいよね、最短でね。こういうところを狙ってきたところですね。そして地下、これはでかい。はあ、よいしょ。ちょね、このハントレスで、ノアドーンハントレスで4作できたら今日は寝ようと思ってるんですが、今3試合目なんです。まあ当たらんわな、そりゃな。えい、牽制。まあそりゃそうよね。まあでもなんか1投目まあまあいい位置飛んでた気がすんねんけどな。斧補充をするハンちゃんの腕、毛ボーボー。野生味溢れてて良きですな。よっ。で、あの奥はもう治るかな。お、なんか足跡ってないの。ん、こっちや。足跡は、あれ、こっち、あれ、なんか足跡がよう分かれへん。ああ、入ってってる。なんだ、ちょ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 、あれあれ、今のあれ上か。なんか俺足跡の追い方間違えた。ちょちょ、一応見とこう。奥に、よいしょ。見て、このハンちゃんの腕毛、白い腕毛、手に白い毛が生えているの。いいですハントレスちゃん。よいしょ、はいしょ。全部見る必要全然なかったよな。さすがにおらんしな。なんか気になってしまう。お年頃来てないね。はい。やっぱ上やんな。あ、おるやんけ。ちょ。OKOK。お、この小屋でチェイスしていいんですか？いいんですか？アタック！お、マジ？マジか、今の外れるか。痛いな。よっ。お伏せやからな、あんま追いたくないな。ちょっと、お、戻っ。なんか気になる。そろそろ、でも助けに来ると思うねんな。さすがに、このまま釣り切られはね、かわいそうだよね。オッケー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 。よいしょー、ケイトに一発アンド、よーし、これがでかいね。地下ハントレスやっぱ強いわ。なんか向こうにも一人おったな、今。すまんが、これで終わりとさせていただきますよ。早々の退散になってしまいますが、3人にならないとね。いやー、ちょっと残り5個で3人は超両ペースですね。ルインやっと壊れたレベルの。これは、とうとう4作いけんじゃないか。今日は3試合目で、なんかバーン言うたけど、3試合目で 2作3作と上がってきてるんで、これは4作いけるのでは。なんか反応してるな、ささやきが。あ、消えた。ささやきが反応している。この場合はまあちゃうか、そっか、奥まで行った時にささやき消えてんから、この辺ではなくて、もうちょっとこっち側、もうちょっとこっち、もう反応してるね、この辺。違うか。離れたら発電しに戻ってくる系女子ではなかったか、ね。いないな。あ、消えてるささやき。あ、こっちじゃないんか。なるほど。お、向こうが治っていく。
あ、ささやき。でもないよね。ささやき。あ、これか。これやってたんか。なるほど。やめて。やめて。よ。グニグニしないで。なあ。あかん。そう、惜しかったな。でも今のちょっとな。待ってくれ。よ。ああ、もう。あ、無理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 。酔うのでやめて。もう直接切るわ。よいしょ。ああ。で、もう一回。よいしょ。これで蛇行してくれることにより近づき、グニグニやめてね、もう。ああ、もうちょっと草むらグニグニマジやめて。うっ。よいエイム。まあでもな、ちょっと草むらむずいけどね、普通にね。まあまあまあ、でも牽制音ので入れたので、おい、よいしょ、ゲイ、いいね、これは倒せるのでは。いいぞいいぞいいぞ。で、で、ハール、で、ハール、で、ハワール、オッケー、よし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 、今オッケー、やったー、オブサッションを、これは釣れる位置でかいでかーい、想像以上。ちょっとこれは間に合わないな。よいしょ。想像以上にでかい収穫を得ましたので、まあちょっとあれは間に合わないということで、はい、しっかりね、補充した状態で迎えましょう。んーで、お、マジ？あ、そんなところまで移動した。そうですか。お、これ結構進んでんな。壊しておきましょう。外衝動。そして、からの向こうもやっている？で、救助ね。まあ戻ろう。まあなんか声聞こえた気したけど、気のせいかな。結構なんか空耳のあっていう声聞こえんねん。さて、救助した人はどっちに行ったかな。ささやきは反応してるけど、うわブーブー、エンティティが吐く音が。俺より飲んだらしい、エンティティ様ね。おいど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 い、おー、いた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 、ありがてー、これはありがてー。ダイアンウィルがあれば見つかっていなかったかもな。まあでも血だまり見えたからそうでもないか。よし、で、お、なんかめっちゃやってるやん。そら直したよな。お、ね、すげえ初歩的なミスをした。行こう。まあおらんわな。なんか最初にここでサバイバー見つけたからちょっとね、もう一回見てしまう癖が。よっ。OK。あかんか。あー。飛ぶせやしね。もういいや。ちょっとこっち行きましょう。よっ。こっちに逃げた。おお、おっと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 、それはまずいんじゃないかい。もう当たらんなー。至近距離エイムむずい。まあ切りゃいいんやけどね。オッケー、よいしょ。じゃあ釣りましょう。あ、今の補充してから釣った方がいいか。よかったな。まあいいや、こっからバベチリ。いなーい。はあ、バベチリ見え遠投っていうね、調子に乗ったことしようと思った。さあ、あと2人行きましょう。さて、お、ちょっとやってる。あ、普通に発電機回りましょうか。こっちは、うん、ささやき反応なし。うん、発電機ここで固めたから、この3つが固まってればまあ大丈夫だね。ささやき、来ない。あ、来た。あ、乗っちゃった。あ、そこか。そこでしたか。まあちょっとこの人追いましょう。あ、なんか今、怪我してるように見えたけど、そうやね。怪我してる人なんかいないよね。お伏せの方か。まあ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 、でももうお伏せ追っていい時間やん。残り2人やから。追いましょう。よっ、うん、ノーエイム。よっ、
あ、今の構えたまんま移動しても良かったですか。よっ。うん。よっ。あ、ダメか。うん、ああいう斜め今難しいな。よっ。OK。よし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 。んで、からの草むらエイムを決めたいがちょっとしんどいかな。うでも近づいてきてくれた向こうからありがてえ。あー、よかった。オッケー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 。あんな感じで近づいてきてくれるんであればまあね、直接切り合いだけの話なんで。でも出はかなかったな今の。オッケー。で、あ、ちょっと寄ってきたぞ。ロトン嫌や。このロトンフィールズね、なんか最近運営が、お、やってる、発表した資料やとサバイバー脱出率1位なんですよね。なので鬼には不利と言われているマップですが、まあ言うてもビリーとかナースは得意なんかもしれんけどね。お、あったあった。そこで4作ができるのなら本も絶対4作したいムーブで。どこだよ、見えねえよこの草、買ってくれこのトウモロコシ。のっと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 。オッケー。あー。ね、次。よっ。よっ。くれ。オッケー。あー、最後。最後ちょっとハントレスっぽいエイム決めれたね。オッケー。じゃあ、補充して。で、これはもう完全にお伏せから行かないとね。割って、これ提示されないようにしといて、さあ、お伏せ拾いに行きましょう。ささやきがあるから見つけやすいかな。この辺やったけれども、どっちにどうしたかな。あ、あれ？ささやき消えた。結構遠くまで移動したかな。探すべー。どこぞ。そう、なんかね、運営の発表した資料だとやっぱサバイバーの脱出率が一番低いのはザ・ゲームでしたね、うん、やっぱギデオン職人工場はキラー有利やなとは思ってたけど、やっぱりキラー有利なんですね、うん、でやっぱ苦手やなと思ってたところは軒並み上の方に来てましたね。やっぱりあのハドンフィールドは5位やったかな、うん、ね、ランプキンレーンか、あそこもね5位くらいにいて、4位やったかな。でトンプソンハウスが5位か4位あたりにいて、でフラクチャードカウシット、赤が、赤小屋があるあたりやっけ、 あるところね、あそこが2位やったかな、うん、やっぱねあの辺はね難しいんですよね。お、あ、君じゃないね、そうやね。君じゃないね、ちょっと今脱弾しながら適当に歩いてたら。そうやな、そうやそうやそうや、ネアは向こうの方やった。探しに行きましょうね、なのでまあちょっとね、この辺のロトンフィールズとかフラクチャードカウシットあたりで勝てるようになってくればなんとか本物のキラーのなれるんではないかと。なので今回はねちょっとロトンで勝てそうなんでちょっと嬉しいですね。ロトンほんまにね足遅いキラーしんどいんですよね。結構マップ広いからハグでやるときもしんどいし、リンちゃんでやるときはね開けてるからそんなにこうしんどいという感じはしないんやけど、この佐々木絶対あれやんな、ケイトの方やんな。おお、ここに、おおおおおっと、危ねえ。まあこれはドリブルするか。よっ。1、あ、これいけるかな。まあでも一応ね、念には念を入れて。よっ。ケイでバベチリ。あ、映った。オッケー、よかった。よかった、よかどり姉妹。意味わからんけど。意味わからんが、よし、じゃあケイト、ケイトは初釣りやね。初釣りなので一応 4% 警戒しましょうっていうか、パーティーっぽい入り方してきたので、あの人が耐えてるってことは解放あるんちゃうか。あっちの人耐えてるからな、耐えへんから普通。よっ。やっぱり、ちょっと焦って、太陽投げてもうた。よっ、ちょっと待って、
解放っていうかね、あれ脱出してる時無敵判定あれ忘れてたよ。解放読みまでは良かったんだよな。オッケー、まあ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 、ね、よっしゃ。それでは改めましてありがとうございました。よっしゃ。このハントレスのさ、蜜のハロウィンスキンいいよね。これ斧が光ってるの、ていうかハントレスに限らずハロウィンスキン武器いいんですよね、これ。よいしょ。あの光っててなんかちょっとそのエセレガシー武器みたいな感じがしていいよね。月に届けー。よっしゃ。というわけで無慈悲な殺人鬼になることができました。パーティーっぽかったんですが、どんな感じやろうな。よし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 ね。やっぱパーティーやね。3人パーティーっぽかったんですね。上から3、6、15の人がパーティーっぽかったんかな。うん、でそやね、やっぱ6と3がパーティーやったから解放なの分かって待ってたんかなっていう感じ。わ、当たりました。鍵持ちもいたのか。なるほど。で、うんうん、まあ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 勝ててよかったんじゃないかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。